さあこんにちは。さあ、ゆだかさん。派手やな、お前。いや、派手じゃないですよ。お前、海から帰ってきたんか、お前。そう、もう暑くて。はい。ゆだかさんもね、日にちょっと焼けてますけど。まあ、ちょっとな、いろいろってこう、あちこち動いてて、ちょっと疲れてるけどね。そうですよね。はい。ゆださん、巨人のルーキー、はい、浅野翔吾選手が、昨日、一軍へのベンチに座りました。はい。はい、まあ、昨日ね、ちょっと試合で間で出るかななんていう話もしてましたけども、まあそうだな、岸田のところで使ってほしかったりとか、はい、なんかいいところで使ってほしいよな。まあ、昨日は長野選手、岸田選手が代打で出ましたけれども、うん、あのあたり見たかったですか？いや、それ見たかったけど、はい、でもそれは相手のエースだしさ、もう絶好調でお前15三振取ってんだよ、はい、そのピッチャーにいきなり当ててどうやろうっていうのは考えるよな。確かに2対1で1点を追うゲームだったので、そうよっていうのもありますけれどもね。まあな、はい、まあ、ただまあ、もちろんね、一軍のベンチに置くっていうことは、はい、まあ、ある程度の戦力だっていうことも考えてるけど、はい、今後の戦力のために経験をさすっていうことも考えてるだろうね。まあ、その後者の方が、まあ、7割、はい、まあ、戦力としては3割、うん、まあ、そのぐらいで考えてるのかなっていう感じはするけどね。あ、やっぱりそのベンチに座ってるだけでも雰囲気とかいろいろ勉強になるんですか？全然違うよ、多分。どう違うんですかね、どういうことか。まあ、俺あんま経験ないからね、俺がファームの経験がないから、はい、もう幸せなのかどうか分かんないけど、それはやっぱこうテレビから映し出されるね、試合も見てるけど、それはやっぱ雰囲気が全然違うし、緊張感違うし、やっぱ生活かかってる、その真剣さっていうのはやっぱ一軍の方が、まあ、何十倍も、はい、高いだろうね。そうですよね、うん、あとベンチにいるだけでどこに座るかっていうのもいろいろ勉強になるって言ってましたね。まあ、まずはやっぱ監督の近くだよね。あ、そうなんですね。まあそうだよ、うん、で、まあ代打とかの準備を始めた時には一番後ろの、はい、こう階段のところからちょっと見たり、戦況を見たりとか、はい、まあ、後ろにあるからね、スイングルームみたいなのが。だからまあそこら辺で準備はしてるんだろうけど、ちょっとした会話の中でも、例えば試合中にちょっとパッパッとコーチが選手に伝える言葉とかも、はい、選手間同士で伝えてる言葉も、うん、やっぱり1軍と2軍とでは全然質が違うよね、多分ね、はい、だからまあ勉強になると思うよ。そうですよね、うん、で、原監督はどうです、はい、今日の DeNA 戦あります、うん、どこかで出したいとか。いや、それはやっぱりね全く使わないで下げるっていうことはないよ。そうですよね。それはもう今日なんか先発行かないと。お、え、代打じゃなくてですか？いや、それはちょっと難しいかも。いや、でもね、彼は代打っていうタイプではない。あ、やっぱこうちゃんとした4打席を与えて、その4打席の中にストーリーがどのぐらい組み込まれるかっていう選手だから、はい、だから良きところでやっぱ先発とかね、はい、してみたいよね。そうです。だから昨日戸郷で勝っとけば、はい、まあ、今日菅野だから絶対勝たないかんし、はい、まあ、例えば3戦目に思い切ってスタートさせるとか、うん、ああ、じゃあ日曜日だから、まあまあ2勝1敗2勝1敗でいけばいいわけじゃない、はい、これは川山陽だけど、戸郷が勝って菅野が勝って、うん、3戦目ちょっと余裕が出たから、まあ、朝のスタートで使ってみようかっていうことになってくるけど、まあ今日なんかは菅野でやっぱ絶対落とせない、まあ試合になってきてるからね、巨人は。で、 DeNA がガゼルマン、うん、だからスタートはちょっとないかもからな。もしかするとじゃあ今日勝てば明日の微妙、まあ微妙な位置には立てるかなという感じがする。もしじゃあスターティングメンバーで使うとすると、まあ、外野で何番、どこの守備位置になりますか？あ、やっぱり7、8番だろうな。7、8番、うん、中田選手の、まあ、次とか。いや、次だったらちょっと苦しいな。まあ8番かな。8番ぐらい。まあでも、もう使うんだったらもう腹くくって1番っていうね。お、行ってこいって、もうとにかくもう3球振ってこいみたいな感じの使い方もあるけどもね、はい、まあでも楽しみではあるよな。いや、そうですよね、うん、で昨日の声出しなんかも周りから、まあ、おっさんとかちょっとね。いや、おっさんだよ。まあ、違和感ないもん全く。浅野選手が、浅野翔吾18歳ですってそれに答えたらしいですけど。
あのさ、はい、これ変な意味じゃなくて、はい、やっぱ違和感ない、違和感がないって言ったら変だけど、はい、なんかおっさん感漂ってるよね。 ありますだからマキがそうだったんだよね。あ、濃いですね。マキがルーキーの感じがしなかったんで最初から、はい、まあ堂々としてるというかね、うん、まあ老け顔っちゃ老け顔だけど、はい、だけどまあ浅野もそういうタイプで、うん、ああいうタイプっていうのは結構地味にやってくるのかなって思うけどな。なんかそんな気もしますよね、うん、雰囲気的にも、うん、でもどうですか、原監督は浅野選手にどういう選手に育ってほしい、どういうタイプ、どういうバッティングをしてほしいっていうふうに思ってますかね。まあ常々言ってる長野みたいなプレイヤーだよね、はい、まあ走攻守、まあ、三拍子揃ってる、まあ、そういった選手だよね、うん、まあ、長野よりホームランがもうちょっと打てれば、はい、まあ、ベストだけども、うん、まあ、そう簡単ではない。でも3戦目考えたら東か DeNA これはね、原トップのピッチャーだからな、ちょっとまたちょっと厳しいよな。厳しいですよ、ね、まあ、厳しいって、まあ、頭ごなしにそう決めつけちゃうとさ、はい、もうそしたら使うとこなくなっちゃうから、はい、もう思い切って使っちゃってもいいけどね、まあ、投げてくるのは人間だから、はい、そうですよね、ぐらいの感じでいいよこれだから接戦になっちゃうとなかなか終盤代打で起用するの難しいですけど、点差離れてる場面であれば思い切って例えば代打とか、まあそうだね、はい、使います、まあ、だからまあ代走もあるだろうし、うん、まあ、守備固めというか、まあ、守備固めになるかどうかは分からないけど、はい、まあ、守備につかすとか、まあ、そういったことからの経験の方がいいのかなという感じはするけど ね最初から強烈な印象でガツってもうね、へこたれてファームに落ちたりとかするよりは、なんかこう経験を順番に生かして、いや、もうちょっとのところでいけるぐらいの感覚で、まあ、このまま一軍にずっと居続けるっていうことはあんまり考えられないんだよね、はい、うん、ジャイアンツの選手の層を見るとね、だから、あ、じゃあ自分に足りないところはどこなんだっていうのが気づけば、はい、それに対しての努力は始めるだろうし、彼だったらね、だからまあ、そういうことにも期待してると思うよ。そうですね、うん、まあ、高校でルーキーの選手といえば最近では秋広選手だったりとかいますけど、はい、秋広選手もルーキーやって一度一軍に上げたりとかって多分したと思うよ、ね、やっぱ見せるということが、はい、それとまた体感させるっていうことがやっぱこう一番の薬になるからね、はい、だからまあいいことだと思うよ、うんうん、まあ、それとやっぱこう浅野を取り込むこのベテランたちがうまくいじってあげて、はい、リラックスさせるように、はい、まあ、そういうこともこう見て取れたし、はい、だからまあ、なんていうのかな、乗っていってほしいよね、自分のチームだと思ってやってほしいよ。あの高松商業の時は、はい、やっぱ自分のチームだ、自分が何とかしなきゃこのチームは勝てない、甲子園行けないとか、やっぱそういう責任があったと思うんだよね、はい、だからこれは18歳だろうが、40歳だろうが関係なく、やっぱ俺のチームだ、これから俺のチームになるんだっていうような、やっぱ意識を持って責任を持ってやると多分早いよ。やっぱみんなについていかなきゃとかさ、はい、ね、先輩たちの言うこと聞かなきゃとかさ、うん、そうじゃなくてやっぱ村上ぐらいにずうずしくなってほしい。そうですね、これは村上がずうずしいっていうのは悪い意味ではなくて、やっぱ彼は俺が打たないとっていうようなね、まあ、そういうのはこう出してくるし、まあ、そういう選手に浅野はタイプ的にはなってほしいよね。そうですね、俺が引っ張っていく、うんうん、ね、俺のチームだって、だから負けれないんだって、負けたくないんだっていうような選手になってほしいよな。そうですね、斉田、うん、さん注目の第一打席はどうなると思いますか。センター前ヒットだな。お、早い。なんでダメなのかよ。早いんですか。いやいや、そのぐらい、まあ、ホームランって言いたいところだけど、うん、それだといやいや、うん、大きく大風呂敷広げんなよみたいな感じになっちゃうし、はい、俺なんかセンター前パーンって行くような気はするよ、はい、センター前に弾き返すような形でヒットが生まれると。第一打席投げる方もさ、ルーキーにインサイド厳しいのボーン当てれないよ。そうですね、それこれはなかなかいけないよ、はい、だから大谷が打席に立ってるみたいなもんだよ。あ、やっぱりこう当てちゃいかんしなみたいな、はい、やっぱこうルーキーだって分かって、初打席っていうのは絶対ピッチャーだったら分かるわけだから、それは遠慮することはないよ、遠慮することはないけど、ちょっとインサイドには投げにくいなって、あって1打席目デッドボール、ね、骨折俺のせいみたいな、なっちゃう、そうなっちゃうから、はい、やっぱりそれは場面にもよるよ、場面にもよるけど、
まあ、そんなに大した場面じゃなかったら、うん、センター前に持っていけるような球は必ず来るよ、はい、あそれを浅野選手だから欲をかかないようにね、うん、彼はやっぱこうしっかりしてるからな、うんうん、だからまあ大丈夫だと思うけど、はい、まあ、楽しみではあるな。そうですね、うん、いやこの、ね、DeNA との、ね、連戦中に打席が回ってくるのか。ピッチャーいいからな。相手が。だから、まあ、明日も仮に東だとしたら、はい、まあ左だし、はい、まあ代打のチャンスもあるし、うん、ただやっぱりこう今日ガゼルマン。そうです、ガゼルマンです。行ってもいいよな。そうですね、考えると行ってもいいのかなって思いますし。東やっぱね、コントロールがめちゃくちゃいいから。はい、そうそう打てない。いや、そうそう打てないよ。フォアボールもくれないし。はい。うん、だからまあチャンスは今日かな。今日の、うん。5回以降、5回以降から、はい、明日の5回以降、はい、ピッチャーの変わり目とかね、まあ、まあそうだな、疲れてきた時とか、だから、うん、まあそういう風になるといいね。そうですね、楽しみです。はい、はい。